吉田さん、14万手取り終わってる。バズりましたか？バズって200、うん、まあいつもより多いですね。でもそこでね、多分チャンネル登録って起きてるんだと思うんですよ、うん、普段100なのが200になったってことは、その100人増えた、いつもとは違った一元さんっていうのが、いわゆる一元さんがですね、チャンネル登録1人か2人とか生み出してくれてると思うんですよね、まあ、ですんで私はね、いつもそう思うんですよ、まあ、200とか300ってバズったって言うなよっていう意見もありますけども、普段が30とか40だったら大いなるバズりなんですよ。で、普段の数字平均値と突発的な伸びた数字との間にチャンネル登録が起きてますんで、やっぱりね、乗っかっていくってこととかパクっていくってことってすごく大事だと思います。そしてマネタイズはマネータイズっていう風なね、冗談もありますけども、その池上彰さんの、まあ、学ぶはマネるとかいうのはね、あれはまあちょっと使い古された言葉なんで、私はもうあれは使わないんですけども、やっぱね、マネータイズですよね。真似をするとマネになるっていうか、もともと私が速稼塾をやったのも、その自分が入った塾の、そのね、塾長がやってたのをそのまんまパクって、動画見た瞬間に自分の体と声でホワイトボードで同じことを言ったっていうのを繰り返しですからね。どん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 真似ればいいと、そしたらね、結果も似たような真似事になってくるってことなんですよね。まあそういうふうにしてコンテンツっていうのを作っていけばいいんで、ニュースを見たらそのまんまアウトプットするとかね、なんか変な人見たらそれと変な行動をするとかね、うん、まさにそれなんですよね。で、私なんてのはその見たもの聞いたもの、好きなアニメも大好きなドラマとか全部パクっていってるだけですからね。ガンダムのアムロの服着てみたりとかね、ルパン三世のなんかスーツ着てみたりとか、なんか北斗の拳やってみたりとかあるじゃないですか。全部これね、なんかなりきってるわけですよ。最近は宇宙戦艦ヤマトとか39とかやってますけども、なりきることによってなりきれていない人が見てくれるんですよね。まあ、そういう風にしてファンを広げて、で、喋る内容っていうのは真面目なこととか、お金に関することとか、恋愛の悩みを解決することでいいじゃないですか。格好で、注目させて、言ってることはまともみたいなね、こういった流れでチャンネル登録増やしていけるんではないかなと思います。まあ今はね、こうやってね、普段着っていうかね、何気ない格好でやってますけどもね、たまにですよ、たまにブレイクかけていこうと思います。それでは行ってらっしゃい。